セアド・コラシナツはドイツ・カールスルーエ出身のサッカー選手。プレミアリーグ・アーセナル FC 所属。ボスニア・ヘルゼゴビナ代表。ポジションはディフェンダー。2001年からカールスルーエ SC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2011年にシャルケ・レイオンのユースチームに入団した。2012年6月にプロ契約を結び、10月6日、VFL ・ボルフスブルク戦で、 クリスティアン・フックスとの交代途中出場でプロデビューを果たした。2017年5月13日、シャルケ・レイオンから契約満了で退団することが発表された。2017年6月6日、アーセナル f c へフリーで移籍。契約期間は2022年6月までの5年間。加入直後に負傷し、デビューは10月20日のレスターシティ FC 戦に持ち越された。 同月には、チームの月間最優秀選手に、全得票数の半分を獲得して選ばれた。2020年12月31日、フルスのシャルケに2020から21、シーズン終了までのローン遺跡で復帰した。ドイツ代表として U-18、U-19、U-21 の各年代でプレーし、 UEFAU-21 欧州選手権2013メンバーにも選出された。A 代表は、ルーツのあるボスニア・ヘルツェゴビナ代表を選択し、2013年11月18日に行われたアルゼンチン代表との親善試合で代表初出場を果たした。ありがとうございます。